新古焼き新古焼きは若鳥の手羽を含む骨付き半身を素焼きした料理である。北海道旭川市が発祥とされ、旭川市では戦後からソウルフードとして親しまれている。名称の定説としては次の通り、出世魚であるこの城の4トルから5トルまでの幼魚を新古と呼ぶ。若鳥を同様の意味で新古とし、それを焼くので、 新子焼きという名が広まったとされる。親鳥を焼いたものは山賊焼きと呼んで区別している。戦後の旭川市には養豚場は多かったが養鶏場は少なかった。そんな旭川市で戦後の食料不足と積雪関連の自然環境からタンパク源として比較的安価な鶏肉が選ばれ、なおかつ成長を待っている暇もないため、若鳥の段階で 最大限に栄養を取る料理法として開発されたと考えられている。タレで味付けするのが旭川市での特徴とされる。2012年頃までは北海道うちでもほとんど知名度がなかった新小焼きであるが2012年6月に旭川市内で新小焼きを提供している飲食店、食肉会社などで旭川名物新小焼きの会を結成し アピールを行ったことで全国に知名度が広まっていった。2014年に日本記念日協会から登録認定を受け4月5日が新婚焼きの日となった。ありがとうございます。